スクワットの解説を担当いたします。理学療法士の小形剛志と申します。普段はデイサービスでご利用者に機能訓練を行っています。その他、外部に出て健康講座等の講師を行い、地域に出て体力測定会など様々な分野で理学療法士として皆様の健康のお手伝いをさせていただいております。 この動画では運動機能の専門家である理学療法士の立場からスクワットの正しいやり方の解説を行ってまいります。スクワット以外にも様々な筋トレがありますが、今回のテーマである介護予防に関しましては、やはり下半身が重要になってまいります。人間の 筋肉の約7割が下半身に集中していると言われている通り非常に重要な場所ですのでそれを効率的に鍛えるスクワットというのが今回重要になってまいります詳しい内容は後ほど動画を見ながら解説してまいりますけどもまずここではイラストを見ながら大まかなポイントを押さえていきましょう最初の姿勢としましてはつま先を少し外に向けて足は肩幅よりも少し広めに広げます 背中は丸めず、膝はロックしない。そしてその状態から2秒かけてしゃがんで、2秒かけて戻していきます。その際ですね、膝を曲げるというよりも、お尻を落としていくようなイメージで、そして膝はできるだけ前に出さないように心がけてみてください。まず、つま先を外に向けて、肩幅よりも少し足を開いて。 腰に手を置きます。そしてしっかり正面を向いた状態で、この状態でゆっくりですね、お尻を落としていくようなイメージで、1、2で落とします。3、4で戻しますね。この時に先ほど話した通り、膝は極力前に出さないようにですね。今度横からですね。 お尻を落としていくような感じで、膝は極力前に出さない。この時に、どうしてもですね、足が気になって下を向いてしまうと腰が丸くなりますので、しっかり真正面を向いたままで、背筋を伸ばして、その時に腰を反りすぎると腰を痛めますので、どちらかというと胸を張るようなイメージでお願いします。 はい、ここで悪い例の紹介をします。まず一つ目ですね。これは多くの方がよくやりがちなんですけども、下までしゃがみ込んでやるスクワットですね。でこれに関しましては、やはりあの今回のテーマである介護予防ですので、高齢者の方などはです、ね、膝に負担がかかりますので、かえって逆効果になりますので、できればです、ね、90度以上曲げない、これをです、ね、注意していただければなというふうに思います。 では、なぜ90度以上曲げてはいけないかというと、ね、膝には体重がかかりますので、その体重の負荷をです、ねえー、ショック吸収するために半月板というものが存在します。これが、膝が90度以上曲がると、そのショック吸収作用が非常に落ちてしまいます。 この状態で飛んだり、えー、跳ねたり、もしくは強い勢いでしゃがんだりすると、どうしても膝への負担がですね、増えてしまいますので、ですので、昔、うさぎ飛びってよくしたと思うんですけども、あれが禁止になったのもそういう理由からなんですね。ですので、特にですね、あの中高年以上の方に関しましては、膝は90度以上曲げない。これをですね、一番大事なポイントですので、しっかり覚えてください。はい、では、次は2つ目ですね。腰を、 曲げすぎるというやつですね。これをするとですね、腰への負担も増えますし、またですね、重心が真ん中にずっと安定してありますので、大した負荷がかからないのであの、スクワットの効率としても落ちてしまいます。はい、最後3つ目ですね。これもですね、えー、最初の1つ目同様、膝への負担がかかるという理由からですね、膝は伸ばす,すぎない、ロックしないですね。 ですので、最後は伸ばしきらずに少し余力を残してですね、えー、結構ですのでよろしくお願いします。はい。では、今までのポイントをおさらいしながら、実際にやってみましょう。まず、つま先は少し外に向けて、肩幅よりも若干ですね、広めに足を開いて、腰に手を置いて、で真正面ですね、しっかり向いて、そうすることによって腰が曲がりません。横からですけども、1、2で腰を落としていく。 膝はできるだけ前に出さないように。この時ですね、ずっと真正面向くことによって、背中を丸めないようにですね。1、2、3、4。1、2、3、4。ですね。ここまでスクワットの解説をしてきましたけども、 どうしても高齢者の方、もしくは筋力が弱い方に関しましては、スクワットが難しい方もいらっしゃいます。そういう方向けにはですね、こちらのイラストにありますように、椅子に腰掛けた状態から立ち座りでスクワットを行う。もしくはですね、それも膝が変形等ありまして、痛みがある、もしくはきついよという方にはですね、下の段にあります、椅子に腰掛けた状態で膝を伸ばす。もしくは太ももを上げる。 というですね、筋トレでも変、えー、わりができますので、これを解説してまいります。まず正しい座り方です。背もたれに寄りかからずに、少しですね、背中余裕を持たせて、背筋をまっすぐと座ってください。では実際に一緒にやってみましょう。まず腕を前で組んで、スクワットの時と同じように、1、2で立ち上がって、 3 4でしゃがみ,込みます同様に腰は丸めすぎないようにですね。で立ったら真正面向いてですね。1、2、この時膝もロックしないようにですね。3、4で下ろします。足腰が弱くて椅子を置いてもまだ不安だよっていう方はですね。 前に手すりだったりテーブル、椅子を準備してですね、それを支えながらですね、今の椅子からの立ち座りのスクワットを行ってもらうと、より安全に行うことができます。それによって、後ろに椅子があるので、後ろには倒れない。前に手すりがあるので、前には倒れないということで、非常に安全安心に行えます。今の椅子からのスクワットでもですね、不安を覚える方はですね、写真のように、 腰掛けた状態で膝を伸ばすトレーニングでも代わりができます。その際はですね、しっかり太ももの前の筋肉が硬くなっているのを確認しながらですね、行ってもらうのと、あとは最後伸ばすときに、つま先を反るというのがですね、ポイントになってまいります。では実際に一緒にやってみましょう。1、2で上げて、3、4で戻します。 1>, 1、2で上げたときに、つま先を手前に反るですね。これ、これによってですね、つま先を反る筋肉との連結でより力が入りやすくなりますし、やっていただければわかると思うんですけども、足の裏の筋肉が突っ張ると思います。その筋肉が硬くなると、膝を伸ばすのの妨げになりますので、その妨げになる筋肉のストレッチも兼ねてということで、一石二鳥のトレーニングになってます。1、2でつま先を上げて、 三、四で戻します。このように膝に負担がかからずに安全に行えるトレーニングではあるのですが、スクワットに比べて体重がかからない分、負荷が非常に弱くなってしまい、筋トレの効果は小さくなってしまいますので、膝に痛みがなくて余裕のある方に関しましては、写真のように足首に重りを巻いて行っていただいても結構です。 ただその代わりですね、え高齢者の方々は0.5キロから1キロぐらいの重りまでにしてください。次はもも上げのトレーニングです。先ほどの膝伸ばしは太ももの前の筋肉でしたけども、このもも上げに関しましては、ももの付け根ですね。足の付け根の筋肉。よくテレビなどで腸腰筋と言われている筋肉ですね。このトレーニングになります。では一緒にやってみましょう。先ほどと同じように、 でで上げまますす下ろしますこの時ですね、また足首に関しましては、えー、先ほどのトレーニングと違って、必ずしも上げなくてもいいんですけども、この動作自体が、皆さん歩くときって足上げますよね。その動作になりますので、高齢者になるとどうしてもつま先が上がりにくくなって、それで地面に突っかかって転ぶということがよくありますので、その予防も兼ねてですね、 できればつま先を上げてもらった方がいいかなと思います。以上がスクワットと負担のかからないトレーニングの解説でした。スクワットに関しては、とにかく90度以上膝を曲げない、これをですねしっかりと守っていただくのが大事です。そして、膝伸ばし、もま上げに関しましては、痛みのない範囲で無理なく行ってください。 安全安心、痛みのない範囲でですね、無理なく行うというのが、介護予防の基本になってきますので、皆様無理のないように続けていただければなと思います。ご視聴ありがとうございました。